こんにちは、山園です。今日はですね、トランスフォーマービーストウォーズの話をネタバレなしで、もちろん公開日前なのでですね、ネタバレなしでお話していくんですけど、君たちはどういけるかを見た週に試写会で行ったんですよね。試写会呼ばれて行ったんですけど、ちょっとね、すっかり忘れてて、ジブリばっかですいません。なので今回はですね、君たちはどういけるかじゃなくて、ごめん間違えた、トランスフォーマービースト覚醒の話をしていくんですけど、基本として僕、公開日前にあまりその映画の評判を下げるようなことは言いたくないんですけど、トランスフォーマーシリーズはもうめちゃくちゃ僕大好きなんですよね。1作目、2作目、3作目がもう僕の中でレジェンド映画で、もうめちゃくちゃ好きなんですよ。もうこの脂っこさ、どぎつさ、ワン、ツー、スリーになるにつれて、どんどんその脂っこさが増していって、もうスリーやばいじゃないですか。でももうワン、ツー、スリーめちゃくちゃ大好きなんですよね。4が微妙で、5、最後の騎士王がまた脂っこさが乗っかったなっていうので大好きなんですよね。で、バンブルビーは、その脂っこさを、ま、一新して、あ、こういう作り方もトランスフォーマーでできるなっていうのを教えてくれた作品で、なかなか好きなんですよ。で、今回その続編っていうのかな、なんか話繋がってないような気もするけど、っていうことでビースト覚醒を見に行ったんですけど、星5中 2.9 ぐらい、自分のお金では見に行かないぐらいの評価なんですよね、これが。いや、まあ、正直期待が高かったのもあるんですけど、極論言っちゃうと、今回絶対ネタバレしないんで言うんですけど、人間サイド、毎回トランスフォーマーと、まあ、相棒になる人間、サム・ウィット・イッキーみたいなやつら出てくるじゃないですか、たくさん。今回の人間が、もう絶望的にセンスないっていう、魅力がないっす。マジで。僕、友達と試写会行ったんだけど、見終わった後にそいつもめちゃくちゃトランスフォーマー好きで、だから僕、誘ったんですよ。僕が2枠持ってたから、誘って2人で行ったんですけど、終わった後2人で寿司食べながら、いや、ひどかったねっていう、もう人間サイドに魅力がなさすぎる、途中からずっと、こいつら負けろとか死ねって思ってたっていう、もう最悪の会話をしてて、でもそれぐらい魅力がないんですよ、今回。なんで魅力がないかっていうと、まず、キャラクターの動きにコミカルさがないですね。トランスフォーマーって、なかなかちょっとギャグっぽいところあるじゃないですか。ロボットが、のアクションがすごい分、人間がそこにどうやって混じっていくかってなった時、トランスフォーマーの魅力っていうのは人間サイドの、なんていう、動きだったり、会話とかのコミカルさが結構僕好きなんですよね。今回の映画それが全くなくて、なんか主人公が終始すごい真面目なんですよね。主人公の男がすごい真面目で、でもうね、話がちょっと重いんですよ。なんか何のために戦うかとか、そういう感じの使命感が強くて、トランスフォーマーっぽくなくて、もう一番ひどかったのはヒロイン。これちょっと名前がね、女優さんの名前がドミニク・フィッシュバックさん。僕は初めて見る方なんですけど、黒人の女性で、ちょっとふくよかな方なんですけど、これ完全に僕の個人的な意見だから、あまり、真に受けないでほしいんですけど、めちゃくちゃ、合ってなかったですね、映画に。ごめん、ギリギリでめっちゃ今言葉を選んだけど、もっとひどい言葉を使おうとしたけど、今選びました。めちゃくちゃひどかったです、この女優さんは。演技がどうとかじゃなくて、合ってなかったです。やっぱね、トランスフォーマーの魅力の、6割ぐらい、7割ぐらいは、グラマラスな褐色系美女で僕は成り立ってると思ってて、成り立ってるっていうか、今回それで成り立ってたなっていうのを気づかされたんですよね。この人がヒロインっていうのはとてもつもなく役不足というか、これ黒人差別になるのかな、黒人差別って言われたらすごい痛いんですけど、僕はこのヒロインはマジで魅力感じなくて、最初僕この人コメディ枠かと思ったんですよね。コメディ枠かと思ってたらヒロインだったっていう、いや多分この女の人がこの映画をマイナス80点ぐらいしてると思うぐらいちょっとね、ひどかったです。で、本当に人間として登場するのが主人公の男の人とこの、フラッシュバックさんだけなんですよ。この2人だけだから、この2人に魅力があってくれないと困るんですよね、見る側からしたら。ただとてつもなく魅力がなくて、本当に全く応援する気が起きなかったです。で、まあ、これがまあ1個ダメな理由で、もう1個が、アクションはね、良かったっていうかね、いつも通りだったね。アクションで新しいこと、まあ、今回ほら、アニマルウォーズ、ビーストが出たからさ、動物にトランスフォームするやつが出てきたから、そこで新しさはあったんだけど、みんな、多分今回みんなね、ビーストウォーズ好きだろうから、楽しみにしてると思うけど、思ったよりこいつら、活躍しないから覚悟した方がいいよ。本当に魅力ないね、人間サイドの話がダラダラ続くから、マジで今回の映画は僕個人的にはやばいと思う。もうね、本当にトランスフォーマーね、やばい。
だからそのサム・ウィトウィッキー路線で、もう脂っこくていいから続いてほしかったなって思う。だから僕最後の騎士王の続き見たいんだよね。でもなんか続編決まってるらしくて、ビースト覚醒の人間サイドの役者さんも続投らしくて、マジで最悪。多分トランスフォーマーシリーズを見に行かないと思うぐらい今回の映画はやばかった。でもね、見ないで批判するのは良くないから、みんな見に行った方がいいよ。もちろんビーストたちのアクションの良さとかもあったと思うから見た方がいいと思うけどね。いいとこ探す方が難しいな今回の映画は。オプティマスとかはね、オプティマスとかはいいんだよ。オプティマスとかは安定していい。本当に人間サイド主人公もマジ役者がどうとかじゃないんだよね。キャラクターの面白みがマジでない、全くないですね。もうドミニク・フラッシュバックもヒロインだよね、ヒロイン。いやもう、これもうマジでルッキズムですけど、マジでもっと細くてエロくて、細くてエロい女の人を使ってほしかったです。いや僕多分リトル・マーメイドの時も言ったけど、ゴリ押しやめてほしい本当に。でこの主演も白人じゃないですよね。でそれなんでかというと監督が黒人なんですよね。でこのシリーズでやられるのめちゃくちゃ嫌で、僕あの人好きなんですよ。ノープとかアスとか、ほら黒人の役者をずっと起用してる監督さんいるじゃないですか。あの人の作品めちゃくちゃ好きなんですよ。普通に内容も良くて、で黒人してる内容なのに全然嫌味がないんですよね。で今回みたいにシリーズでやってくるのマジでやめてくれ。いやだからその黒人で細くてグラマラスで美人で可愛いキャラいいんだよ。なんで黒人で太った人を使うんだよって思う、マジで。これ、これめちゃくちゃ好きなシリーズだったからこんな言葉がちょっと荒くなってるけど、本当にこれ個人的な意見なんで、真に受けないでください。皆さんは映画館に行ってください。僕はお金払ったら絶対見に行かないレベルだったんで、行かないですけど、ぜひ皆さんは行ってください。動画を見ていただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。